伊勢島国立公園は、三重県島半島一帯からなる国立公園、1946年11月20日に指定された、リアス式海岸と温暖な気候による植生が特徴で、阿護湾、マトヤ湾、五カ所湾など深い入り江が多い。日本の国立公園の面積の約60%が国有地であるが、鳥羽市、島市の島市地の他に、 上地山などの伊勢神宮の旧域林5500ヘクタールを含む伊勢島国立公園では90%以上が私有地である。年間訪問者は1017.6万人。生活圏と重なるため、日本の国立公園の中では最も人口が多い。伊勢島国立公園は観光客の増加を期待し、戦前に鳥羽と島が吉野熊野国立公園の区域拡大を求めたことに、 始まる。1942年に独立した島国立公園の計画に変更されたが、当初の計画では宇治山出しを含まなかった。太平洋戦争の戦況が悪化し、計画は頓挫したかのように見えた。1945年の敗戦直後から厚生省が国立公園事務を再開し、翌1946年4月に厚生省石上高志郎議士が、 島国立公園の候補地を視察した。政教分離のために GHQ が神宮を過剰に解体してしまうことが危惧され、宇治山田市議会が宇治山田市とらい軍、沼木村を追加することを決議した。5月には神宮の旧域林を含む範囲が申請区域に追加され、伊勢島国立公園の計画に変更された。蕎麦、島では顎案が 真珠の主要産地であることをアピールするために、GHQ 養人の夫人へ、真珠のネックレスなどを贈与し、便宜を求めた。これとは別に、神宮側が懸命に説得したこともあり、昭和21年11月20日戦後発の国立公園として、伊勢島国立公園が誕生した所有者別国有地0.3%、私有地99.7%保護地域別特別。 保護地区944ヘクタール第1種特別、地域1、084ヘクタール第2種特別地域6、691ヘクタール第3種特別地域8、790ヘクタール普通地域38、035ヘクタール普通地域の割合は、日本の国立公園の中で最も高い、リアス式海岸や、海食崖、日本最大の流気海食台地などの海岸地形に、 特色がある。1、編集上島島、編集三崎、編集内陸部は、伊勢神宮の神宮林の神宮杉や、上緑紅葉樹と新葉樹の茄子、新興根香林や国の天然記念物に指定されている、団地制四段群落などの貴重な自然が残る。山中には視海の四死日本猿などが生息し、三重県道32号伊勢磯部戦闘の山中を、 通る道路で、時折遭遇する。沿岸部は、浜夕浜なでしこなどの団地性海浜植物が咲き、海猫セグロカモメなどの海鳥が舞う。カモメは、鳥橋の鳥に指定されている。安の先島大魚座白浜利用者数は2008年、伊勢島国立公園の区域図。環境省。2012年10月6日閲覧、伊勢島国立公園の公園紹介、環境省。 2012年10月6日閲覧、国立公園の利用者数、環境省。2012年10月6日閲覧、伊勢神宮都周辺の自然、ようこそ国立公園へ、ハット ABCDEFG 古田、74ページ、仙宮論集、おごるなかれ53ページ中村は、飛ば水族館創設者である、環境省国立公園 AB 古田、121ページ、富士田、 田林、環境省自然触れ合い推進室表2-9、国立公園内、ビジターセンター等利用者数自然公園等、利用者数帳、ありがとうございます。